中部カリフォルニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンフランシスコベエリアより南、南カリフォルニアより北の地域である。サクラメントサンホワキン側デルタの南でサンホワキン、バレエの南部、セントラルコーストとカリフォルニア海岸山脈のセントラルヒルズ、及び中央シエラネバダ山脈の麓丘陵部と山岳部が含まれている。 中部カリフォルニアは通常北カリフォルニアの小区分と考えられている。どちらもその南側境界はテハチャピサンチあるいはモントレー軍、キングス軍及びトゥーレアリン軍の南側軍境が東西に作る線で南カリフォルニアと接している。東側の境界はシエラネバダ山脈長部両線とみなされており、両線の東は東カリフォルニアである。 中部カリフォルニアにある人口5万人以上の都市としては、フレズノ、モデスト、サクラメント、バイセリア、サリナス、マーセド、ターロック、マデラ、ハンフォード及びポータービルがある。ヨセミテ国立公園から流れ出るマーセド川中部、カリフォルニアはその言葉の使い方によって幅広い定義があり得る。ある場合には、遺線で州内を北部、中部、南部に分けている。 またある場合は、軍境の線あるいは水流を境界にしている。またあるものは、サンホワキンバレーを広く取り、セントラルバレーの大きな部分を含めている。セントラルコーストが狭く取られるかあるいは含めない定義もある。中部カリフォルニアの一般的な最も広い定義は、井戸でカリフォルニア州を3分したものの中央である。この場合の南限は、北緯35度41分となり、 モントレー軍、キングス軍及びトゥーレアリ軍の南側軍境が作る州を東西に横切る線とほぼ一致している。北限は北緯38度51分であり、サクラメント都市圏のすぐ北にあたる。しかし、サンフランシスコ米エリアとサクラメント及びストックトン都市圏は州内北部の都市集中部としてグループ化され、伝統的に北カリフォルニアに属すると考えられている。 したがって、これら都市圏より、南が中部カリフォルニアとする定義が受け入れられやすいものである。ビッグサーの海岸中部カリフォルニアには次の10軍が含まれるが、サンホアキンバレーの南部が入っている、官軍を加えることもある。フレズノ市の中心街中部カリフォルニアにある下記の都市と、町は地域の人口集中部あるいは軍庁所在地である。サリナスバレー以下の区域はその全体が、 中部カリフォルニアに含まれるものである。以下の区域はその一部が中部カリフォルニアに含まれるものである。中部カリフォルニアはこの20年間で10年間に1校ずつ新しい大学が開校した。カリフォルニア大学は2005年にマーセド市の東側にマーセド校を開校した。カリフォルニア州立大学は地域内にモントレー湾、スタニスラウス及び フレズノの3キャンパスがあり、モントレー湾校は1994年に、オードトリデの陸軍基地跡に、スタニスラウス校は1957年にター、ロック市に、フレズノ校は1911年のそれぞれ開校である。サンホアキン法科カ,カレッジは、私立の非営利法科学校であり、クロビスにある。フレズノ太平洋大学は、フレズノ市にある、私立大学である。 海軍大学院大学と国防省言語研究所はモントレーにある。次のコミュニティカレッジが地域内にある。マデラ、マリポサ、サンベニと各軍にはコミュニティカレッジがない地域内の主要高規格道路の多くは南北方向に山脈を回って走っている。週刊高速道路5号線とカリフォルニア州道99号線はサンホアキンバレーの幹線道路である。 アメリカ国道101号線と修道1号線は海岸部の幹線道路である。地域内の旅客鉄道はアムトラックのコーストスターライトとサンォアキンがある。カリフォルニア高速鉄道が計画中である。建設されればサンフランシスコとサンノーゼからロサンゼルスの区間でフレズノとマーセドに停車駅ができる。貨物列車はユニオンパシフィック鉄道と BNSF 鉄道が 地域内で運行している。主要航空船と地域船は、フレズノ寄セミテ国際空港とモントレー半島空港で利用できる。地域航空路は、モデスト市軍空港、マーセド市民空港及びバイセリア市民空港で利用できる。一般用途空港は従軍すべてにある。その中でも大きなものは、軍用基地を民間に転用したものである。現役の軍用基地は、 キングス軍のアメリカ海軍、リムーア航空基地がある。以下では中部カリフォルニアの様々な定義を集めてある。次の軍は中部カリフォルニアあるいはカリフォルニア州の中央であると自己宣伝している。以下の定義は影響力ある組織によるものである。ありがとうございます。